皆さんこんばんは、えななです。今日はこちらの100均の2つのポーチと100均のバインダーを使って手帳を作っていこうかなと思っております。既製品のものを見て欲しいと思って作れるんじゃないかなと思ってちょっとチャレンジしていきたいので、できるかわからないんですが、ちょっと早速作っていきたいと思います。で、今回使うのは別に私クレヨンしんちゃん好きなわけじゃないんですけど、この色合いが好きでこちらの B6 サイズのポーチを買ってきました。で、タグは切って、で、もう一つはバイブルサイズの6穴手帳、こちらでやっていこうかなと思っております。で、問題は私がこの絵自体に興味があるわけじゃないので、こちらを消したいと思います。消せるかがわからないので、一応除光液で消してみて、ダメだったらなんか装飾で消そうかなと思ってます。ちょっとたっぷりめにつけてるんですが、これがどういう印刷のされ方なのかが、先にちょっと試して置いておいて、こちらからやっていきます。これは必ず、シールを剥がしてください。布用の強力両面テープをこのついてる折れ線から外に貼ります。で、しっかり貼ったら、この外側は切ります。で、切ったらこの反対側にも両面テープを貼ります。少し取れてますけど、やっぱりちょっと無理なんで、
これはちょっと、装飾品とかつけてごまかそうと思います。で、こっちの向きでどっちみちこの底を切ります。一応長さを合わせた方がいいんですけど、カットできる。そしてこれサイズがちょっと大きいんですよね、この手帳に対して。隠すしかないんですが、一旦つけてみよう。なんか表面がこちらなんですよね。クリアな方が表なので、表が表に来るように差し込んで貼ります。でその時こういうクリアな場合はこういうのついてるんで、これなんだろう、外して真ん中に来るようにつけたいんですが、5ミリずつぐらい、ちょっとあれかな、こうどうするか。でどっちにしてもこの余った5ミリ強ぐらいで作って1.5 で折れ線、これ1センチだったかな、これに合わせて折れ線をつけようと思います。
で、これにも、サイドのところ、両面テープ。先に一個も貼っちゃいます。これを感じで、ここ糸がない、こことくっついてもここがくっつかないので、布どんどんくっつくのかな、一応いいか、これでこれで、でそれに合わせてその下いきます。ではもしかしたら階段いいか、下から合わせて入れ込んでいけるかな、難しそう。し始めない方をクリップで固定しておいて、両面テープが隠れるように、隙間がなるべく開かないように
で、少しずつ。で、あれ？残り入るかを確認して、入らなければそこで、幅を微調整して。止めていきます。ちょうどジャストだ。こういった感じで止めます。したら、ここの裏側は、裏側で。この端っこから止めてた方がもしかしたらいいかもしれない。強力すぎて結構大変。こういった感じで、で反対側も同じようにやっていきます。で表面をしっかり確認して、こちら側が表なので、こうなるようにですね、ちゃいます。こうなるようにしんちゃんが上で、まずはこちらからこんな感じにすると、こういう、中に、ここに物が入れれる手帳の形ができます。でも今ここ割れてるし、そういった、難点をちょっと消していかなきゃいけないんですけど、とりあえず形にはなりました。あとはなんかこういうのはリボンとかで背拍子つけたら可愛いかなと思うんですけど、3センチってなかなかないんですよね。もしあれだったらリボン、あれじゃなくて布とかでもいいかもしれない。なんか色的に
どうかな、本当はこの色がいいんですけど、なかなかね幅足りないんですけど、このリボンでいこうかなとで、一応なんかあまり区切りがわからないように、一旦端っこにマステでも貼っておこうかなと思ったんですけど、それがいいのか悪いのかわからないんですが、ちょっと一度、本当は蛍光色とかがあればよかったかも。一応ここの境目がくっつくようにこれ貼っておきます。内側に入るまでこうかな、ちょっと出して、こちら側も、したらあと真ん中にこれをつけていきたいと思います。こっちもね色が結構一致してるんですけど、ちょっとハートがちょっと透けて見えるんで、もうこっち側でいこうかなと。ちょっと長めに切って、このリボンに貼ります。
で、こんな感じでしたら、基本的には完成です。それで、ちょっと固めのプラ板とかビニールのものとか、そういうものを、これじゃちょっとあれかな。あまりちょっとわからないような感じのものを入れておけばちょっと補強にもなるかな。これで基本的な作りは完成です。で、これいらなければ、向けて、でも多分これ止めるやつでも OK。として使っても、Dカンつけて、ぐるっと回せば、でもボタンにしようと思ってるんで。問題はここをどうするかですよね。ここを装飾パーツとか、そういったもので消していきたいんですけど、ちょっと色が。これで、なんか隠しながら、ちょっと出来上がりかなという感じですね。こういうボタンパーツでも、色がちょっと違う。こことかも、なんかボタンを散りばめたら可愛くなりますよ。こんな感じで。こんな感じで、じゃあここにペンとかも入れちゃいます。こういう感じで。これでもう手帳が300円で完成なので。どうかな。あとはここの中可愛く表紙一番上を可愛くしていたらちょっと透けて見えるのでもっと可愛くできますし、なんか好きなアクリルパーツとかそういったものを中に入れればそれが表紙にできるので推し活にもめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ボタンは私はスナップボタンでやろうかな。もしここの幅が、どうなんだろうな。ディバイダーとか、バイブルサイズだと、多分このぐらいかな。ギリギリにここにスナップボタンをつけても、パチッとここで止めれるので、そういった感じでも、いいかなと。どうかな。で、ボタンをつけようと思ったらナイスカードケース、私よく余りがあるんですけどこういうのを 2.5 3センチ3.9
先にもそういったスナップボタン販売されてるので、これで使うと手軽にはできます。ただちょっと噛み合わせがね、結構硬いので、慣れてくるので使い勝手はちょっとね、不便ではあるんですけど。それで 1.5 ぐらいのところで、どうしようかな、1.5 でいいかな。長ければ後で切れるんで、で目打ちとかで穴開けたり、このパンチの細いものが、小さめのものがあればこれで穴を開けて、つけたいこのど真ん中のところにまた穴を開けます。私が逆にこれ刺してるのかな、はまらないんだけど。こっちなのか。え？こうだよ。いつもはまらないんだけど、なんでなんだろう。こんな感じで、でちょっと余裕を持たせてここに接着する感じです。だからこのくらい、ちょっとここで余裕があった方がいいので、物入れたりとかするんで、ギリギリでもいいかも。
ちはまた装飾で隠したいと思う。で、ここボタンが見えてるラインでこうくっつければ、ぐるくっつければ。で、あの接着剤でも両面テープでもとりあえずつけて、後で上から隠せば気になるかな。どうしてもね、この接着ペンは一番は縫えば一番早いんですけど。とりあえず軽くつけておいて、あとで上からこうまたリボンを貼ったりパーツつけたりして隠したいと思います。こんな感じで立派な手帳ができたんじゃないでしょうか。これは結構私的にはおすすめなんですけど、どうかな。そのまま文具入れたりとか、こういった感じで。あ、そう、あの付箋紙とか手帳とか、こう一気に持ち運びができる感じになるので、めちゃくちゃおすすめです。うまくいったのでいいなと思ったら、ぜひお友達にもこの動画を進めてもらえると大変嬉しいです。それでは今日はこの辺で。